ハドソンヤーズに来てみました。この新名所ですね、蜂の巣みたいな展望台がありますので、これにちょっと登ってみたいと思います。まだ夜景じゃ全然ありませんけどね、こんなところです。全然見えませんね。はい、行ってみます。どんな感じかな。入るとすぐ何か真ん中に青い光の丸っこいのがありますけど、上を見上げるとこんな風に、螺旋階段状にですね、ぐる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 っと階段を登っていくわけですね。ひたすら階段を登っていきます。はい、登っていってみたいと思います。 G、 何でしょう、グランドフロアの G ってかな。ハドソン川が見えますね。ハドソン川、今日はあいにくの天気なのでね、向こう側は綺麗に見えませんけど、本当はね向こうから撮りたかったんですけどね、今日は諦めます。お、すごいですね。こんな感じでありますね。登るのに、自信がない人とか、まあ、疲れて嫌だなっていう人はこういうエレベーターもあるみたいですね。すごいゆっくりですけど、ね、まあ、せっかくだからね、登れる人は階段使って登ってもらった方がいいかなと思いますけどね。このくらい、こんなもんですね。よし、よいしょ、よいしょ。まあもうね、階段とか登るとよいしょっていうのはもうね、年のせいですね、おそらく。認めたくはありませんが、さっきの丸っこいの子ですね、すごいですね。だいたいなんかだんだんと蜂の巣状の面白い形が見えてきましたね。さらに上がっていきましょう。 J に、あ、そっか、グランドフラワーじゃなかったんですね。よいしょ、あちこちで記念写真やってますね。まだハドソンヤーズはですね、再開発されて、まあ、今年、2019年の3月ですね、オープンしたんですけど、まだまだ工事中のところがあって、どんどんと大きいビルが建つんでしょうね、この辺に。すごいですね。で、上の方には人が見えてますね。よし、じゃあしばらく登っていきます。 K3、 K3 って書いてますね。どん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 と登っていきます。よいしょ、よいしょ。写真撮ってるんでこっちから行きましょう。よいしょ、どうやって行っても上に行きますね、蜂の巣状ですから。よいしょ、本当はあそこの上にもね、 H っていう展望台があるんですけど、今日は空いてないみたいなのでこっちに来ました。よいしょ、そこにもなんか屋上がありますね。ここも眺め良さそうですね。そこにもありますね。いろんなところに屋上があります。だいぶ上がってきましたね。 H の 5階っていう意味ですね。よいしょ、もうちょっとで上ですね。はい、このままどん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 と上がってきます。はい、H の6まで来ましたね。6、すごいですね。僕は高所恐怖症なのであんまりこの端っこに寄りたくないんですけど、電車の車両の車庫ですね。はい、ようやく一番てっぺんまで来ました。雨が降ってきました。あ、この間降った雪がまだ少し残ってますね。うん、雪気をつけましょう。こんなとこから落ちたくないな。うー、怖い。なんか吸い込まれそうですね。怖い。まあ、さらにね、一番上高いところまで行ってみましょう。はい、到着です。お金、おお、嫌なんでなるこういうの。
ということで上まで登ってきました。